はい、モルデカイザー取れたんで、モルデカイザージャングルやっていきたいと思います。ちょっとクリセプに相手の、なんかこいつのパッシブ乗るかわかんないで、クリセプから行ってみます。開始開始。ネックスもいまーす。開始開始。はい、ちょっと味方柔らかそうだったんで、あとちょっとタンク目にしました、ビルドは。開始開始。開始。これ赤3つにしても、何なんだ、ブルータル。え、イグゾ使った。いいよ、雪村殴るね。今受け余す予約しませんでした。そして俺は瀕死だから帰る。何でもだから適当に予約しただけ。なんかお買い物の予約受け余すにしてない。別に適当に買っただけよ。買います買います。何を見せた。おキャラさんできません。思ったより引き付けのあれ早いな。あついらんかったかな。てかタブリ使うの忘れてた。はい、ナイスーナイスー、はい、ナイスー。雪村いいじゃん、 MFスキル構成はめっちゃ強そう。都合のいい男やな、ほんまに。やで。せーな、言ってるわ。だる。バルスも行ってる。待って待って、手足で動けない、手足で動けない。待って待って、行きたい、そっち。いや殺せるよ、余裕で。オッケー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 。向かってる向かってる。イージーじゃんそれ。え、余裕じゃん、やば。オスロも入れちゃったよ。ああああああ、モルで強っ。ああ強すぎー。ああリサンダル俺と使える。強すぎー。ああ、最強や。やば、欠物やん。だ、舐めすぎでしょ今のあいつ。俺勝てると思うなよ。ボコボコされてる。マルファイト。あ、AP マルファイトだ。そう、モルデカイザーのウルトは怠慢ってこと。です、怠慢です。ユネコさん、キュートカン、気持ちよすぎる。J4 のウルトの強制誘拐バージョンやね。え、あれやったで、セナフラッシュ使ったで。オッケー。あ、確かにスキル紹介しといたらよかったか。 Q がこれバチコーンって叩き落とします。 E が持ってきます。なんでこうやって E、Q 通常で、で3発攻撃入れるとパッシブが発動します。 E がオレンジ濃いよね。オレンジ濃いよ。なんでいかにこのパッシブを発動させるか。このモリモリモリって、これで相手プリセプでこれスロー乗るんだったら最強なんだけど、どうなんだろう。継続ダメージで、レネクのアルティメットみたいなもんやな。で W がこのなんか殴ったりすると下のゲージが溜まって、これやるとバリアです。なんで、あ、だから来てるよ。俺も行ってるけど、ドラドラ来てる。あー、魔王だー、魔王だ魔王だ魔王だ。もういいよ、うまいよ、うまやりますね。ファイゼリハンやりますね。なんてファイゼリハン、うん、うん、ずずですか。これ溜まったらハイバリアなんだよね、こうやってね。でしかもこれ回復します。押したら、もう一回押したら、まあまあゴーストないけど、まあウルトはアリケリみたいなとこある。
行くぞー、行くぞ行くぞー。ドラゴンねえよ。はい、発動させてあげて。で、これ倒すのが大事なんで、マジ敵を。あ、クリセブ乗ってる気がする。このステータスアップするんで、ウルトで倒すと相手を。なんでこう殺せるやつ持ってっちゃっていいです、ぶっちゃけ。いや、パイゼリやるやん。やりますね、やりますね。クリセプ乗ってたな、強いやん。じゃあ普通クリセプあれでいいな。今伏せたくね。どうで、こういうカニのところとかマジ強くてんっていうのは、パッシブがずっと発動した状態で戦えるんで、カニのあたりで戦うの強いっす。マルバイト。なんか大丈夫それ。すれ違い通信して今。ああ、パイゼリも死んだ。ゲーズ取ろう。ナイス。悲しい。襲われてね。襲われてるね。何で降りたくんだよ。グレーシャルのソロ、グレーシャルのソロ。ヨネ来るから無理や、それ危ないぞ。このヨネうまいヨネだね。えらいわ。えらいヨネ。うん、えらいヨネだね。戦わないやめよう。ジャングルめっちゃ早く枯れそうだな。ボットレーンの川が攻撃されて、イカサが倒されました。敵を倒しました。エクスク行ってる行ってる、上どっかど行ってる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 、生きろ、移れてく。あーあ惜しい、間に合わんか。待って、なんか俺なんか持ってる、そういえばヘラルド取ったなった、ヘラルドみたいな。上やね、出しに行くか。やべ、もったいね。ケイトリンうまいね。タワー破壊するやつだよな。お前のヘラルドみたいなやつだね、タワー置く。うんうんうん、気に入ってくるか。おお、食べよう。敵のタワーを破壊する。なんか微妙くね。フラッシュ読み。読みすぎた。ちょっと食べよう。うわ、強すぎる、強すぎるこいつ。マジか、ごめん。ドラゴンやん。ナイス。じゃあ俺は優雅にゲートで行こうかな。
あ、ゲートあるやん。俺足速くなれてるしよ、育ってるから。やっぱ柴田がやってるはず。やってない、やってない。しかもこれ倒すと、その相手が復活するまでこのステータスを持ってるんだ。相手のヨネのエースとか AD がもらえてます今。もろもろ、はい、一丁上がり。ウルト長いな、 CD。 ウルトラ CD 長くね。まだ湧いてないのこれ。あ、それさっき使ったもん。普通に強いから上がっちゃダメでしょ、そんなすぐ。まあね、現状かなり強いな。ジャングルの方が強そう。なんかジャングルの何が強いかって、守れて序盤強くないんだけど、この序盤をねごまかせるんだよな。ファームでもうだって一周回ったら5レベじゃんこれ。これが強い。確かに。てかガンクも刺しやすすぎない、それ誘拐できるからね。あ、てかこれさ、鋼とかいったらもう強いんじゃね。3手目強いでしょう。鋼行ってみよう。3手目落とせないでしょ、これで。こっから鋼行ったら。あ、でも2コア、1コア、うん、でもしばらいな。生意気なドラゴンでよ。下がったわ。ファームそんな速くないな。序盤速いけど。で、久美と大守護だ。ばいばい、パイズリがやられた。待って、やばい、待って、ちょ、やばい、これ。チシやばすぎ。なんか勝ってる下。え？頑張ったね、レックス君。魔王だよ、俺。だいぶ魔王、今。CC で何も使えんかった、俺。漏れて自分でウルト解除できる？できない。あ、できないんだ。バルスのアルティメットが残ってて何もできんかった。オーマイガー。あ、これ残るな。やっぱウェイン楽しい。ミスった。あ、まあまあ行くか。おお、ウェイン。バルスフラッシュウルト。やるね。セナウルト。いや、遠ざけるやつできんじゃね？こっちできんの？それ、そんな器用なこと。いないのかな？これ芝名格殺やね。夜勤からこんばんは。どうも。ADC とか言うのやめなお前。弱えから。いる、一応もう負けない。ミスルミ。あ、アディオス。もうヨネソロキルできます。バロンやってもいいけどな。このように ADC をやめさせることができます、相手の。遠ざけるやつできるわ。いや、スウェイン強い。超能力プロジェクターやばいやん。最強？うん。本年のオルトってなんて名前だったっけ？やばい、いけない。なんかまずくね、これ。
なんか真面目だね。本当に真面目なの？あ、なんか全然一旦倒したけど。こっちおいでよーねえ。なんかこいつスロー持ってる。ドラドラ来てる、リサンドラ。え？イージー？もしかして。イージーか？うーん、あー惜しい。マジか。惜しい。ペース持ってた。ギムラ取れんのかお前。あーそれ。おっとっとっと、いやー惜しい。惜しい。なんならワンチャンシバーナもやれそうだったのにな。ね。うん。デッドマンで足早くしてもいいんだ。まだ超能力プロジェクターでいっか最後は。楽しいなモルで。こうやってゴーストを使って相手の ADC に走っていくのは好きなんだよな。普段されてるから。そうそう。いいよね。本命はまあありだけどね。おお、やっぱりバルスダメージおかしい、あのキャラ。わあ、殺虫使われた。やるねあいつ。いや、死んでる。一番の方。まずい。ナイス。無駄無駄。行こう俺。ウリサンダルの爆発が。生村毎回消しの覚悟でウルト打ってんな。もしかしてそのヘルスからやれんの？もしかして。もうやれんじゃね。うおー、引き寄せ長っ。いやー、危ない危ない。ちょっとダメージないか。でもこのビルドもうちょっとダメージいった方がいいか。耐久力って感じだね。耐久力はめちゃくちゃある。セナ、あのセナタンクか言うてビルド。そうね。だからあいつは余裕だったね。だからなんかジャングルが何も湧いてないが、なんだこれ。鈴木匠、超能力いけば火力でそう。そうだな、サッシュ使いながら入ってくるんだ、えぐいな。だからサッシュで使われたらあれなんだね。普通に入ってくるんだね。発動させとくか。これすごいエグいんやけどな。後ろ入られてる。あ、マジか、ステイソースね。いや、一応持ってたけど、一応負けてるし。そう、普通に最初からバックラインに入られて終わるな。今だとファイデリさんが死んでたのか。うん、ダウン、阻害済んでないからか。阻害の枠ないな、でも俺。結構そんな言ってもダメージなくね。終わりか。終わりだね、終わりだ。わ、モールで最強やったのに。いやー、これはソーリーだな。ソーリーなのか分からんけど。